皆さんおはようございます,ケニーです、えー、今日はですね、えー、大統領候補、民主党大統領候補、バイデンのね、えー、動向について、えー、お話したいと思います。えーまあ、民主党大統領候補を決めるためのお選挙活動がですね、えー、今までのところ、おアイオワですね、アイオワ、それからあニューハンプシャーが終わりました。でバイデンはあ選挙前に 一番その期待が高かった人なんですね、トランプを倒す民主党の候補として、バイデンが選ばれるんじゃないかというふうに、最初の下馬評はそうだったですところがですね、最初のアイオワ、これ、一番最初の選挙ですから、一番大事な選挙なんですけれど、それでなんと4位ですね、四位、4位になってしまったわけです。 まあ、彼の期待からすると、ね、惨敗になっちゃったわけですねで次、ニューハンプシャーでなんとか盛り返すと思いましたらここもまた4位ですかえもうこの段階でですねもうほぼ民主党候補に選ばれる希望はなくなったと言ってもいいんじゃないでしょうかところがです、ね、これからあ数日後に、えー、そのネバダが始まりますネバダっていうのはあバイデンがここでちょっと起死回生をかけているところなんですね、えー、なぜでしょうか。 あのアイオワとかかニューハンプシャーは白人が多かったんですねで彼の支持者はあの黒人の方あるいはラティノですね、えー、エジアンというような有色人種からのサポートが非常に強いんですでネバダもその黒人の方とか有色人種の方ラティノの方が多いんですねだここで何、えー、とか巻き返せるんじゃないかという期待をしてますそれから一番最後の サウスカロライナですかサースキャロライナも南部ですから黒人票でどれだけ取り込めるかというのは彼が立ちのこる、えー、その勝ち上がるもう唯一の希望なわけですね。うんえー、ところが、ですね、まあ、ちょっと私の見方としてはかなり難しいんじゃないかと思いますね。というのはなぜかというとですねあのブルーンバーグという男私のブログでも書きましたけども元ニューヨーク市長のブルーンバーグという男がですねお金にもう物を言わせてですね参戦してくるんですね。 で彼は少なくともあのお金はあるしビジネスのことも分かってますしそれから共和党にもいたことがあるので共和党の支持者を、えー、説得する能力もすごくあるんじゃないかと言われていますでそこにもう一つあの、えー、クローバチャーーという女性の,お民,主党員の民主党の候補者も入ってきてです、ね、もう上位3位が多分サンダースですねサンダース2位がブルームバーグ それからブーティジェッチというあの初の,、えー、の LGBT の候補者それにコーバチョウが入ってきます多分この4人がですね結局競うことになるんじゃないかと思いますねでここでバイナリーは残念ながら敗退ということになるんじゃないかというふうに私は見ていますうん so, ladies and gentlemen Mr. Biden he was really highly expected to be selected as a vice president、uh, no, uh, president's candidate to beat the Donald Trump however, after the uh, caucus uh, in iowa and new hampshire, his uh, evaluation from the people is not very high, and he's now going to join the nevada uh, campaign. and uh, because nevada has lots of the uh, black uh, voters and latino voters and asian voters, mr. biden has been receiving very strong support from those uh, people. however, based upon the the past performance uh, and the new uh, comers like uh, Bloomberg uh, his chance to be elect to, to, to be ranked number two or number one in this election is going to be very slim so my believe it, belief is he's not going to be elected as the the presidential candidate from uh, Democratic parties that's my guess